強い。分かっちゃいたけど、あれだけの超能力を操れるなんて。ふん、思ったよりもしぶといな。これでも場数を踏んできたので、ずいぶん戦い慣れました。確かに兄さんは多くの超能力を駆使できる。でもそれを処理する頭脳は一つだ。複数名を相手取れば処理の遅れる場面が必ず出る。兄さんの思う通りにはいかないよ。引いてもらえませんか。俺たちはこれ以上戦いたくありません。何を勘違いしている。そのセリフは勝者のものだ。そして貴様らは俺に勝てない。ここでは絶対にな。侵入を受けた。一体何に。何これ、体が。超能力も使えない。このケーブルは荒はばきからか。うまく侵入できたようだな。兄さん、一体何を。頭痛が。なんだこの感じ。どこかで覚えがある。これはそうだ、クナド高速でカザネの超能力と共鳴した時、あの時の感じに似てるんだ。ユイト、どうしたの。まさか脳の深部まで侵食を受け、言葉も発せられないのでは。荒はばきが俺を操ってるのか。誰かの意志を感じるけど、誰なんだ。超能力が勝手に発動。くそ、ダメだ、止められない。まさか彼、元連隊長の目的は。また、真面目からだ。アリス、瞬間移動か。いえ、今のは。あの人は時間跳躍をするためにここへ。ユイト、しっかりして。ユイト、なんだここ。俺はどうしたんだっけ。みんなってなんだ。
君は誰だ。俺は誰だ。誰。俺は、僕は、これは何。ユイト、説明してる時間がないの。これをつけさせて。あなたは生きるのよ。俺どうして今一体何が。父さん、ナギ、ユイト、目が覚めた。カサネ、それにみんなも、なんでここに。どうしたんだ。なあってば、花火。体に異常はありませんか。
頭痛や吐き気などは？大丈夫だと思う。意識もはっきりしてるし。一体何があったんだ？兄さんの襲撃を受けたことは覚えていますか？ああ、それから荒はばきの侵食を受けて超能力を無理やり使わされて、それからどうなったんだ？この辺りに大地震が起きて、ユイトが倒れるのと同時に兄さんはどこかへ姿を消しました。ユイト、頭を抱えて苦しがってた。でもどうすればいいかわからなくて、そこにカサネたちが来た。駆けつけた時はもう大変よ。つぐみちゃんは真っ青、花火ちゃんはユイトにしがみついて号泣してるし、ゲンマやルカまで顔色をなくしていたから、てっきりユイトが死んでしまったのかと思ったよ。そんな状態だったのか。でもどうしてカサネたちが荒はばきに？彼は私の超能力を無理やりコピーして、その後ユイトを追って瞬間移動したのよ。どうも私だけじゃなくて、ユイトの超能力も必要だと考えたみたいね。カサネと俺の超能力、レッドストリングスのことだよな。そうよ。結局カレンの目的は不明だったんだけど、とにかくあなたに警告しなきゃと思ったの。でも荒はばき内部は通信ができないと分かって急いで駆けつけたというわけ。渡の助けもあってね。ユイタ、あなたは意識と記憶が失われかけていて、とても危険な状態だったのよ。自分がどんどん消えていく夢を見たけど、あれは現実だったんだな。でも重ねがね、私たちの記憶を使ってユイトの記憶を再構築しようって思いついたの。記憶の再構築？ユイトとサスでつながった時に共有した記憶や共に過ごした記憶でユイトを形作ろうとな。みんなでサスケーブルをつないでユイトの中にデータ化した私たちの記憶を送り込んだ。記憶には持ち主の主観が混ざるわ。さまざまな人格の記憶を混ぜるのは人格矯正に近い技術で危険な行為だった。正直に言えばうまくいくかは賭けだったわ。でもみんなの協力があってあなたは奇跡的に目覚めた。意識が戻ってよかったわね。そうか、俺何もかも失っててもおかしくなかったんだ。今俺の中にある記憶はみんなが保存してくれてた俺の記憶をつなぎ合わせたものなんだな。ありがとう。本当に頭は痛くない？何か思い出せなかったりしない？大丈夫だよ、記憶はちゃんとある。体の調子もおかしくないし。ユイト、記憶がちゃんとあるってことは昔のこと、例えば私たちに会う前の記憶もあるの？え、ああ、あるよ。でも確かにみんなの記憶をもらったんなら昔のことを覚えてるのは不思議だな。僕たちの持つ記憶以上の保管が行われた？それとも運よく消えずに残っていたのでしょうか？もしかしてあの時のみんなでサスをつないでいた時、外部サーバーからの通信があったように感じたのよ。ユイト、あなた外部サーバーに過去の記憶を保存していたの？いや、そんなことはしてないぞ。どういうことだ？そう、あれは何だったのかしら。ユイトの古い記憶も保管されていることに関係がありそうだけど。どうやら我々の記憶をつないだというだけでは説明のつかないことがあるようだね。気になることは多いですが、そろそろ移動しませんか？ここに長居するのは危険だと思います。そうだね。ユイト、動ける？ああ、大丈夫だ。カサネたちも行くだろ？ええ、荒はばきに用はないわ。あなたが無事でよかった。一緒に脱出しましょう。